はい、議長。5番山室秀隆君。会派清流の山室でございます。今回2項目について一問一答形式で質問させていただきます。まず最初に新図書館利用促進などについてお尋ねいたします。先日あいの風富山鉄道2018年度の1日平均駅別乗車数が発表され、イスルギ駅では1557人、2017年よりも1日あたり30人増であると報告がありました。イスルギ駅では昨年11月の27日にイスルギ駅周辺南北自由通路が開通し、駅の利便性が増したことも一因でないかと思われます。さらに桜井市長は本議会提案理由で説明された現在整備を進めているイスルギ駅に併設された新図書館が本年度末にオープンすることで利便性が向上し、駅周辺がさらなる賑わいが生まれるものと考えておりますと話されており、さらに乗車数が増え、交流人口関係人口増に結びつき、賑わいが生まれることに大いに期待しております。そこでまず新図書館は来年3月に開館ですが、工期は12月末までで、おとぎの館図書室は10月、市民図書館は11月に閉館するとのことです。移転・開館準備になぜ5ヶ月も6ヶ月もかかるのかお尋ねいたします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。新図書館につきましては、来年3月の開館を目指し、建築工事を進めております。新図書館への移転にかかる作業期間につきましては、約5ヶ月を要すると見込んでいることから、市民図書館を11月から休館する予定としております。新図書館への移転にかかる作業手順につきましては、まず、新図書館に配下し直す移転計画を作成し、市民図書館とおとぎの館図書室のすべての蔵書について、一体的に整理・点検を行うため、貸し出し中図書の返還期間を1ヶ月間設ける予定であります。次に、新たな図書館業務システムの導入に伴い、蔵書データを移行するための作業に、2ヶ月間を要すると見込んでおります。さらに、新システム稼働後に新図書館へ引っ越しを行い、新図書館において配下作業と新システムの運用研修を行う準備期間として、約2ヶ月余りが必要であると考えております。現在、市民図書館とおとぎの館図書室では、重複する蔵書や痛みの激しい蔵書等を確認・点検する事前作業を進めておりますが、おとぎの館図書室における作業が当初の予定よりも順調に進んでいることから、おとぎの館図書室の休館期間の短縮を現在検討しておるところでございます。なお、津沢コミュニティプラザの図書コーナーにつきましては、市民図書館が休館となる11月以降も開館し、閲覧と学習室の機能は継続する予定でありますが、貸し出しにつきましては、新システムへの移行作業中のみ停止いたしますが、新システム稼働後は速やかに貸し出しを再開する予定でございます。はい、議長。
5番山室秀隆君。はい。移転計画、システム導入、引っ越しにそれぞれ1ヶ月、2ヶ月、まあ2ヶ月とかかるということですけども、現在もそういう作業は進めて図書館を開館されているんではないかと、そのように思いますが、閉店してから、閉館してからそういう作業をしなくてはいけない作業が多いのでしょうか、再度お尋ねいたします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。現在どうしてもその休館して、しなきゃする必要が、ございますので、例えばその図書の返還期間は必ず返還をしながら、返還をもらいながらまた貸し出すというようなことはちょっと不可能でございますので、どうしても期間、が必要でございますので、そういったこともありますので、そういった期間は必ず必要でございますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに思っております。はい、議長。5番山室秀隆君。はい。まあそれだけの準備をして万全の体制で開館すると言われるなら、まあ市民も納得すると思いますが、その辺はしっかりやっていただきたいと思います。平成25年に図書館法が制定されました。この図書館法というのは、当時文部省社会教育施設課長の山室民子さんと、私の山室とはちょっと関係ございませんが、その方が策定されたもので、図書館の方の定義では、図書館は図書、記録、その他必要な資料を収集し整理して保存して一般公衆に利用を供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資する目的とする施設であると、一般公衆の利用にしていただきたいと、そのように強く言っています。一般公衆に半年も、5、6ヶ月と言いますけれども、半年です。半年もあれば、建築物は十分経ちますが、中身の図書館の整備にまた半年もかかるというのは、いかがなもんかと、そのように思います。民間企業では、売り上げにも影響が出て、営業保証を求められるところでございますので、しっかりその短期を短縮して、一日も早く市民の方に図書館を、今ある市民図書館なり、おとぎの館図書室を開放してあげて、閉館期間を短くしていただきたいと、そのように思います。次に、新図書館がオープン後の運営についてお尋ねします。新図書館には、市総合会館にある市民図書館と、おとぎの館図書室が移転する施設であり、年間利用目標は2つ合わせて、7万人ということでありますが、現在の市民図書館およびおとぎの館図書室の利用者はどれくらいいらっしゃるのか、お尋ねします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。市民図書館の入館者数につきましては、平成30年度では年間53,553人、月平均にいたしますと4462人、年間入館者数を開館日数で除した1日あたりの平均入館者数は182人でありました。また、おとぎの館の入館者数につきましては、平成30年度では年間28,678人、月平均にしますと2389人。1日平均97人でございました。はい、議長。5番山室秀隆君。はい。今ほど市民図書館が年間53,553人、おとぎの館図書室が28,678人、今さっと計算したので数字は合っているか分かりませんが、約8万2000人という利用者がいるということです。そこに新しい図書館が7万人の目標というのはどういうことなのか、お尋ねします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。
はい、新図書館の年間利用者7万人という目標につきましては、当初市民図書館の利用者の2割増ということを目標としておりましたので、おとぎの館の人数が入っていなかったということでございます。はい、議長。5番山室秀高君。はい、今市民図書館が5万3000の2割増ということですけれども、今おとぎの館は張ってないということで、おとぎの館も入れますと新図書館はいくらほどに設定されるのかお尋ねします。教育委員会事務局長砂田勝弘君。と今ほど委員申されました、ざっと計算しますと、8万2000でありますので、その2割ということになると、10万人弱というような形にはなるんですが、それぐらいになると思います。はい、議長。5番山室君。はい、この数字に関しては今ちょっと計算で2割ということで、大体私も9万6千から10万くらいかなとそのように思っております。そこでこの目標設定を当初、いろんなところで7万人と報告がありますけれども、これを改めて10万人ということにいたしまして、この10万人の入館者数を達成するためにどのような対策なり、対応されているのかお尋ねします。教育委員会事務局長砂田和弘君。新図書館の、年間利用者数、今ほど10万人ということでありますが、その達成に向けまして、イスルゲ駅と合築する新図書館の立地条件を最大限に生かしまして、親子連れや小中学校に加え、通勤・通学で、鉄道を利用する方に、来館していただけますように、気軽に立ち寄ることができ、居心地よく学べる図書館を目指してまいります。具体的に言いますと、IC チップを活用しました自動貸し出し機や検索機等を設置しまして、利用者の利便性を向上することにより、新たな利用者の拡大を図ってまいりたいというふうに考えております。また、読書通帳機を導入しまして、読書記録を通帳に記帳することで、子どもたちの読書活動の推進を図るとともに、来館意欲の醸成につなげたいというふうに考えておりまして、これまでのおとぎの館図書室の入館者も含めて、目標値を上回ることができるよう、魅力ある図書館にしてまいりたいというふうに考えております。はい、議長。5番山室君。はい、私も先日、新図書館と同じように、富山地方鉄道立山線500万石駅に併設されている、立山図書館を視察して、この読書手帳というのを見てまいりました。これ大人のため200円出さなくちゃこの手帳は作っていただけないんですけども、中学生以下は無料ということで、この裏には金融機関の名前がしっかり書いて、本当の貯金通帳と同じような格好になっておりまして、この通帳には貸し出し日、図書名、それで感想という欄が設けてありました。この通帳が埋まっていくというのは、お金が埋まっていくのと同じように大変嬉しいものではないかなと。そして一層読書が好きになって、たくさんの来館者が来ていただけるのではないかなと、そのようにも思います。またこの通帳にはですね、休館日が12月29日から1月3日、そして特別整理期間が7日以内と記載されています。新図書館では休館日はいつなんでしょうか、お尋ねします。教育委員会事務局長砂田勝弘君。新図書館の休館日につきましては、現行の市民図書館と同様、毎週月曜日とし、月曜日が祝日となる日は開館するという予定でございます。また12月29日から1月3日を年末年始の休館日としまして、あと館内整理日
としまして、1月4日と毎月最終木曜日、および特別図書館整理日を休館日とするということを検討いたしております。はい、議長。5番、山本君。はい。先ほど新図書館に10万人達成するためにはどうすればいいかということで、イスリン駅に併設されているために、その鉄道の利用した人がたくさん来ていただければという話もありましたが、駅には休みはないんですから、新図書館も休まず、市民に開放することはできないですか。市民図書館およびおとぎの館図書室が一緒になるわけですから、まあ、働き方改革のこともありますが、職員に余裕ができるんではないですか。現在の職員数、もしくは年末年始が休みにした場合、現職員で年末年始だけ休みにした場合と、それが可能か不可能か、何人程度市民図書館、おとぎの館図書館におられて、年末年始のみの休みができるか、お尋ねいたします。教育委員会事務局長、砂田和弘君。現在、市民図書館につきましては11人、おとぎの館図書室では4人の計15人の職員で、早番、遅番のローテーションを組み、運営いたしております。新図書館の職員配置につきましては、出入り口とカウンターを1階および2階にそれぞれ設けるということから、1階に8人、2階に4人の計12人の職員配置とし、現職員の15人でローテーションを組む計画でございます。ご質問のありました休館日を年末年始だけとする場合、開館日数は年間294日から359日ということになりまして、65日増えると仮定しまして、試算いたしますと、約19人の職員でローテーションを組む必要がございまして、4人の職員が不足するということが想定されますので、現状の職員数ではなかなか困難ではないかなというふうに考えております。はい、議長。5番、山室君。はい。職員が今15人で、年末年始のみ休みにすると19人ということで、職員が4人不足ということです。これは1階と2階にそれぞれカウンターがあるという、そういう事情があるとは思いますが、例えば今、休館日の月曜日は2階を閉館にして、そういう場合は1階へ行ってくださいとか、市民にも少しそういう負担をしていただいて、年間そういう開放することはできないのか、そういうこともまた検討の余地があるんではないかと。そのようにも思いますので、検討していただきたいと思います。桜井市長も提案理由で、市民の皆さんがこれまで以上ににぎわいを感じられる施設にしたいと言われておりますが、休館日を設けることで、これができなくなるということは大変残念なことであるもんで、それはしっかり検討していただき、市民にもその部分をちょっと負担をかけていただくと。1階が開いているから2階から1階行っていただくと、エレベーターもありますし、そう不都合なことはないんではないかなと思っております。新図書館の基本理念に気軽に立ち寄って、居心地よく学べる図書館を掲げておられることもあります。約10億円もの経費を使って建設した意味が出てくるんではないかと思います。開館までまだ9ヶ月。あと9ヶ月がもう知れませんが、今ほど言いましたように、職員の再配置のシミュレーションを検討していただき、良い結果が出ることを期待しております。また、開館後に小中学生の自転車での来館も予想されます。今でさえ駐輪場が不足しております。駐輪場の問題も都市計画と協議して、教育委員会だけでなく、横断的な検討もしていただきたいと思っております。次に、クロスランド周辺整備などについてお尋ねします。まず、
3月議会で私が質問しましたライブコンサートで指定プロモーションの検証をするために、私はクロスランドメインホールで今月1日に催されましたビッシュのスタンディングライブについて見てきたことをお話しします。当日は約1400人の観客が、トークは袖ヶ浦、富士山、岐阜ナンバーの車両、また足立ナンバーのバイクなどが親部に集まり、スタンディングライブコンサートを楽しんでいかれました。コンサートは8時15分過ぎに終了し、大半の方は車で帰られましたが、タクシーや徒歩で綾の風富山鉄道を利用される方もおられ、イスルン駅では午後9時台の綾の風鉄道で金沢方面、富山方面へはそれぞれ約50人弱の若者が問題なく乗車されて行かれました。市内タクシー会社のタクシーが約10台で観客をクロスランドとイスルン駅まで数往復されておられました。また途中にあるコンビニエンスストアでは9時半過ぎによりますと、店員さんは5名も配置されて おられて、なぜこんなに多いのかと尋ねますと、今日はクロスランドでコンサートがあるから忙しくなることを予想して店員を多く配置されたんだと、そのようなこともお話しされました。黒部市のももクロまでは行かなくてもプチ経済効果、プチシティプロモーションが発生したのではないかと思っております。それではクロスランド周辺整備について質問に入らせていただきます。先週の金曜日14日朝、クロスランドに向かう石川ナンバーの観光バス5台と出くわしました。観光バスのフロントガラスには、シイノキ子ども園様と掲げてあり、多くの子どもさんと父兄の方が乗っておられました。このように団体でクロスランドを利用される場合、事前連絡が必要なのですか。また、最近の保育所、幼稚園、子ども園など、子どもさんたちの利用団体数および利用者数の推移についてお尋ねします。また、今年度の利用状況も重ねてお尋ねいたします。教育委員会事務局長、砂田和弘君。クロスランド親部の団体利用につきましては、料金が必要な施設を利用される場合には、事前に利用申し込みをしていただいております。しかし、休憩や昼食等で交流広場や子どもの広場、ふれあいハウスを利用されるような場合には、申し込みがなくても無料で自由にご利用いただいております。次に保育所や幼稚園、子ども園の利用状況についてでございますが、事前申し込みがありました保育所、幼稚園、子ども園などの団体利用実績につきましては、平成26年度は15団体で約1000人、平成27年度は13団体で約1000人、平成28年度は11団体で約900人、平成29年度は16団体で約1500人、平成30年度は10団体で約400人、本年度につきましては、5月末で15団体約2200人となっております。晴れた日には、主に芝生広場で昼食をとり、ミニ鉄道に乗車したり、タワーに登ったり、面白自転車を利用したりして遊ぶケースが多く、雨天時には隣接するおとぎの館や農村環境改善センターを遊び場や休憩場所として利用されるケースもございます。
長。5番山村君。はい。まあ、今年度は突然2200人ということで、まあ、私の手持ち資料といたしましても、まあ、いただいた資料ですけれども、まあ、5月17日には、金沢市から3団体を含めて、5団体で769人、5月24日には3保育所で632人、5月30日には3保育所で554人という、大変数字が大きく伸びております。まあ、これもクルーズランド関係者の、まあ、冬場の営業努力がこれ、功を奏したのではないかなと、大変嬉しく思っております。まあ、このようにして営業していただき、広く市内外の保育所、子ども園、幼稚園の方に来ていただいて、クルーズランドの魅力を発信していただいて、または SMS とかで発信していただくことが大変いいことではないかなと思っておりますが、お昼過ぎに先ほどの椎の木子ども園の様子を見に行きますと、お昼ということもありますので、日陰を求めてクロスランドタワーの陰に多くの親子さんが集まっておられましたが、まあ、昼過ぎということで、クロスランドタワーの日陰も大変短くなり、まあ、その中に入られるお子さんは少なくて、入れないお子さんは小さな木の木陰でシートを広げてお昼ご飯を食べておられました。クロスランドは平成6年に完成し、今年で25年、四半世紀を迎えますが、クロスランドより2年遅れて完成した高岡市のおとぎの物公園より、クロスランド内の樹木の立ち枯れや、特にコンビネーション遊具の前には1メーターくらいの立ち枯れの木のモニュメントが立ち枯れのまま残っています。まあ、そのように生育の悪い樹木が多いように思われますが、その原因、またその対策は何か考えていらっしゃるのかお尋ねいたします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。クロスランド親部には、現在700本余りの樹木が植栽されておりますが、議員ご指摘のとおり、そのうち50本余りの樹木に立ち枯れが見られる状況でございます。これはクロスランド親部の敷地造成に使用された盛土が、以前の北陸新幹線建設計画に伴います下越トンネルの掘削残土でありまして、アルカリ性が非常に強く、土壌として肥沃ではないことが主な原因であるというふうに考えております。そのため、植樹の際には、樹木周辺の土壌改良を実施いたしましたが、樹木の生育に伴い、根の範囲が広がった現在では、栄養等が不足する状況になっているものというふうに思っております。まあ、こうしたことへの対策といたしまして、樹木周辺への追肥等も実施いたしておりますが、十分な効果を得られていないのが現状でございます。まあ、今後につきましては、土壌改良の方法や植樹の選定等について、さらなる調査、検討を行い、良好な樹木管理に努めてまいりたいというふうに考えております。はい、議長。5番、山村君。はい。まあ、盛土材にトンネルのズリを入れたということで、まあ、それがアルカリ性が強くて、木の生育に支障をきたしているということは、まあ、植えるときから分かっていて、まあ、いろいろ土を入れたりしていながら改良されたということですが、まあ、今の状況を見ていますと本当にひどいものです。まあ、高岡のおとぎの森は森という名前ついているもんで、まあ、森かなと思いますが、クロスランドのところは広場ですから、木は生育しなくてもいいのかなと、まあ、広場であればいいのかなと、そのようにも思いますが、やっぱ子どもさんが遊ぶところ、遊具のあるところにはしっかりした大きな木が育って木陰を作っていただくことが最良ではないかなと思って、クロスランドの横にある木焼きには本当に大きくなって施設に影響するため、木焼きの枝は切ってあります。ああいうような木焼きをしっかり植えていただいて、子どもさんが遊んでいる姿を、父兄の方がその周りで見ていただくとか、
市長もお孫さんがいらっしゃいますので、そういう様子が目に浮かぶんではないかと思いますが、時代を担う健やかな子を産み育てやすい環境を目指しておられます。樹木にも育てやすい環境をして、葉張りや枝張りの生育の良いケヤキ、エノキ等の植を採用され、樹木の周りには、域南にあるような周りベンチのような、ベンチも円形ベンチですね、円形ベンチを設けたりして、日陰がどこから来てでも座れるようなベンチを設けていただくことは考えていらっしゃいますか、お尋ねします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。はい。子どもの広場には、滑り台や吊り橋などを組み合わせた、総合遊具などの11基の、屋外遊具を設置しており、休日には大勢の子どもたちや家族で、にぎわっております。これまで日陰対策として、あずま屋を1棟設置しており、日差しの強い日には休憩のできる場所として、利用されているところで、ございます。まあ、ご提案のありました、木陰を作る樹木、そして休憩のできるベンチ等の設置につきましては、訪れる方々に快適に広場を利用していただくことができるよう、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。はい、議長。5番、山本君。はい。まあ、現場をしっかり見ていただいて、検討していただきたいと思います。その広場の中には、ヒイラギという木もあります。ヒイラギはちょっと痛い木なんですけども、ああいうのは子どもにはちょっと支障があるもんで、ああいうのはヒイラギは撤去して、まあ、優しい木を植えていただきたいと思います。さらにクロスランドを取り巻く園内道路の樹木には山帽子が植樹されていますが、立ち枯れ状態や殻の植樹マスが点在している状況です。特にタワー1号、タワー1、2号の駐車場の植樹マスには、7割もの空の植樹マスがあります。昨日の島田議員の質問で、桜井市長は2020年度、東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの出発点に、市総合健康福祉センター側で開かれると想定しています。さらに市のアピールにとって大きなチャンスと話され、地域の活性化と魅力の発信につながることは大変重要だとも答弁されております。このような状況で、聖火出発点を迎えるのに十分なのか、お尋ねいたします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。2020東京オリンピックの聖火リレーの出発場所につきましては、まだ検討段階ではありますが、クロスランドが出発点であるということは、もうすでに新聞報道等で発表のあったとおりでございます。クロスランド内の植樹等につきましては、今後、現地も確認しながら、しっかりと検討させていただきたいというふうに考えております。はい、議長。5番、山本君。はい。まあ、今ほどしっかりと現地を見て検討するという答弁いただきまして、しっかり現地見ていただき、2020年には全国に恥のないクロスランドの周辺が整備されるものだと期待しております。また、恋人の聖地としてのハートアイランドは、池の中に設けてある出島であるが、ハートアイランドまでは桟橋、ハートアイランドまでの桟橋には転落防止用の高欄が設けてあって、安全対策はなされていますが、ハートアイランドの周りには手すりなどの安全対策がないことから、昨今、県内で水難事故が多く発生していることもあり、子どもたちの安全対策のためにも、例えばハート型の手すりなどを設置する予定はあるのか、また、池を取り巻くミニ鉄道側にも一部簡易な安全柵が設置されているが、途中で切れている状況である、その対策についてもお尋ねいたします。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。はい。
クロスランド親部のオアシスの海に浮かびますハートアイランドは、クロスランドタワー展望フロアとともにプロポーズにふさわしいロマンティックなスポットとしまして NPO 法人地域活性化支援センターから恋人の聖地の指定を受けております。ハートアイランド周辺での水難事故につきましては現在までのところ確認はされておりませんが、子どもたちが大勢集まるミニ鉄道の乗り場付近や島へ渡る連絡通路には安全のために手すりや柵を設置しているところではあります。議員ご提案のハートアイランドやオアシスの海の周辺への手すり等の設置につきましては親部イルミの開催等によりまして夜間の来訪者が非常に増えておるということからも恋人の聖地としての景観に配慮しながら必要な転落防止策について検討してまいりたいというふうに考えております。はい、議長。5番山本君。はい、今ほど適切な安全対策をするという話ですけれどもその適切な安全対策の中に今ほど言いましたような手すりにハート型のマークを入れるなりそういうガードパイプなりありますのでそういうのもまた検討の材料にしていただきたいと思います。このようにクロスランドは老若男女が問わず利用していただくのには周辺の景観に手を加えなければ安全で安心して遊ぶことのできないような開園25周年を迎えておりますので今一度総点検をしていただきたいと思います。最後に、市内外の皆さんにして親しんでいただいているクロスランドタワーについて多くの方からいつ壊すがやと壊す前に登らんといかんなとそういう話を多く聞きます。エレベーターの部品ぐらい日進月歩で先端技術で対応できないかとそのような報道がそのような質問が先日の新聞報道以来私の方へたくさん問い合わせがあります。またある方からは射水市の新港愛心軽金属スポーツセンターやアルビス小杉総合体育センターとか富山市のアイザックスポーツドームまたはアイザックスポーツアイザックスポーツ、富山市のアイザックスポーツドームとかのように県内にはネーミングライツ施設がいくつかありますがクロスランドでも募集してはどうかという話も聞きます。確かにネーミングライツをすれば企業のイメージアップにもつながり宣伝効果も見込まれます。一方施設管理者には収入が入り維持管理費が捻出もできるメリットがあります。また施設に限らず公衆トイレなどの施設にもネーミングライツが行われている例があります。京都の清水寺境内の公衆トイレにはハンナリトイレと命名されトイレメーカーで有名な TOTO がネーミングライツを導入しました。この場合年間の契約金は10万円であり比較的コストも安いことから清掃会社を中心とした小規模な企業も公共トイレのネーミングライツに参加できるものだと思います。私はクロスランド全体で契約するのが一番ですが小分けして例えばパターゴルフ場には市内にはにゴルフ場がありますからゴールドインパターゴルフ場とか千葉平パターゴルフ場にすれば本当のゴルフ場ではホールインワンは達成できない私でもゴールドインホールでホールインワンをしたといえば夢があり聞こえがいいのではないでしょうか。そこでクロスランドのネーミングライツ募集についてお尋ねいたします。総務部長貝本武史君。
クロスランド矢部のネーミングライツ募集についてのご質問にお答えいたします。ご存じの通り、ネーミングライツ、スタジアムやアリーナなど、スポーツ施設をはじめとして、公共施設に対し、スポンサー企業やの社名やブランド名を名称として付与する権利で、命名権と呼ばれているというものでございます。本市では、すでに平成20年度ですが、クロスランド矢部や矢部陸上競技場などの体育施設、計8施設の命名権の募集を行いました。契約期間は3年間または5年間といたしまして、命名権希望金額として、矢部ホッケー場では年額200万円、矢部野球場は年額100万円など、施設ごとに設定をいたしました。ご質問のクロスランド矢部への命名権希望金額につきましては、メインホール年額250万円、セーナホール年額100万円、クロスランドタワー年額1000万円、交流広場年額100万円と設定をいたしました。広報矢部や矢部市ホームページなどを通じて広く募集をいたしましたが、いずれも応募はなく、期間を延長して再募集も行いましたが、導入には至りませんでした。また、ネーミングライツにつきましては、矢部市行財政改革大綱において、自主財源の確保、および創出に向けた取り組み項目として掲げておりまして、今後はご提案の公共トイレ、それからパターゴルフ場への設定、また命名権希望金額の再検討、あるいはネーミングライツ実施に伴います行政側のコストとの比較考慮なども行いながら、再度募集について検討を進めていきたいと考えております。はい、議長。5番、山村君。はい。平成20年度に8施設で、まあ、高いのは1000万という大きな金額ですけれども、まあ、1000万も出せば、クロスランドで毎年300万ほどの赤字だということで、十分補填できるかなと思いますが、まあ、ちょっと金額大きいと思います。まあ、今後とも行財政改革の一環として、これを推進していただき、まあ、名前を売ることによって、まあ、その企業イメージもアップしますし、紙面もその企業に対しての本当に親しみも湧いてくるんではないかと、そのようにも思います。今後ともそういうことをどしどし努めていっていただきたいと思っています。先ほど、ちょっと待ってください。失礼しました。先ほどの議員の質問でも、政経連合会の話がありました。そういう出会い議員の政経連合会の話もありました、まあ、そういう団体もありますので、そういう団体とも交流しながら、市のシンボルとしてのクロスランドタワーを含めて、市内外の人に多く親しんでいただいているクロスランドを長く大切に知っていっていただきたいと思います。そのためにも、第7次総合計画の住んでみたい、住み続けたい、住んでよかったと思っていただけるような魅力、安心、充実、感のある矢部市に実効性のある計画にしてほしいと思います。以上で私の質問を終わらせていただきますが、市当局のやる気の木を地道にコツコツとスピード感を持って大きな花を咲かせていただきたいと思っております。以上で終わります。